チキムーラ県は、グアテマラ東部、ノロオリエンタル地方にある県で、グアテマラ国内では、ラパーラでオリエンテとして知られている。北は、サカアッパ県、南は、エルサルバドールと、グアテマラ県と、東は、ホンジュラスと、西は、ハラアパ県とサカアッパ県と接している。県とは、チキムーラで、首都のシユナでグアテマラから1 7 4トルの位置にある。県は、 夏季の11時地帯からなる。カモタンチキムーラコンセプションラスミーナスエスキプーラス、イパーラホコタンオローパケサルテペーケサンハシントシサンホセ、ラアラーダサンフアンエルミータチキムーラ県の経済は、農業生産に基盤を置いており、重要な産品はトウモロコシ、インゲン豆、ベー、ジャガイモ、コーヒー豆、砂糖キビ、カカオ、バナナ、タバコなどである。また、牛の飼育も盛んで、 国内の他県と比べて大規模な農場が多い。他に重要な分野では近年生産量が減少しているものの工業が挙げられる。サンホセラ・アラーダでは石膏が産出されるし、県内にはベントナイトやパーライトなどが埋蔵されているとされる。コンセプション・ラス・ミーナスのカニャーダ地区では鉛、アエン、銀の鉱脈を求めて採掘が行われている。 チキムーラ県の土壌は様々な鉱物資源の宝庫となっており、銀、鉛、鉄、銅、アンチモン、石英、歴生炭、砂金などが未開発の状態にある。手工業部門については多種多様なものがある。豊富なヤシの木を材料にして、帽子、宝器や織物類が生産されるし、粘土からは陶器、瓦、レンガが製造される。楽器、家具なども製造される。 商業では、県とチキムーラが重要な地位を占め、グアテマラ東部で最も重要な都市となっている。ありがとうございます。